まみのこんにちは、るちゃんです。みかんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天这支影片呢，我们两个是要吃晚餐。那每天都吃晚餐，为什么今天吃晚餐要特别拍影片呢？今回はね、るーちゃんの大好きなエビカツを買ってきました。本日の晩ご飯は、てん、モスバーガー。最近モスバーガーの CM でエビカツが出てきてるじゃん。期間限定だね。そうそう、二種類出てて、一つはね、白のタルタルソース。あれは定番メニューなんだけどね。そうそうそう、もう一つはね、赤のソースがあるんですよ。私エビカツが大好きです。マックに行って もういつもエビカツだけ頼む。それぐらいエビカツが好きなルーちゃんがモスバーガーの CM 見てね、すごいね、喜んだんですよ。その顔見てね、サプライズでね、買ってあげようかなと思って今日買ってきました。ありがとうございます。実はですね、カメラでちゃんと撮ってるんですよね。カメラで一緒に皆さんと確認しましょう。今からルーちゃんが大好きなモスのエビカツをね、買いたいと思います。ルーちゃん喜ぶかな。サプライズで買います。店喜んでる。ルーちゃん喜ぶ顔をゲットするぜ。ゲットだぜ。エビカツ開けてる音楽しみ。かわいい。モス買えました。これでルーちゃん喜んでくれるかな。楽しみだな、ルーちゃんのエビカツ。これだけ？これだけ。もうかわいい。ありがとう。それでね、サイトもちょっと見てみたらね、いっぱいあったんですよ。サイトね、結構かっこよく作られてる。なんかどっちが美味しいって感じで作られてるんですよ。他们这个网站也是做的两个汉堡这样对比的样子。文章现在找。那其实日本他们行销还蛮喜欢做这种对比的，都是同一间公司。例如之前有明治巧克力的两个对比，还有蘑菇的巧克力饼干，还有竹笋的巧克力饼干，看大家比较喜欢哪一个，然后全民大投票。日本他们非常喜欢这种对战，就是 VS 的感觉的行销。これはね、モスバーガーの公式サイトなんですけど、すごいね、綺麗にね作られてるんですよ。この中のね。3つ紹介されてるんですけど、今回はね、ルーちゃんエビカツが好きってことで、タイはね削除してエビカツ2種類にしてみました。で、マタイのやつと赤のソースのやつが期間限定で、白いタルタルソースがもう定番メニューって感じで、早速開けてみましょう。あ、オニオリングも買ってくれた。ルーちゃんね、いつもモスバーガー行ったらオニオリング買うんで、今回もオニオリング買っときました。これ大好き。あ、でもね、正直にフーちゃんまだ言ってないんだけど、オニオリング一番好きなのはバーガーキング。あ、違うの？バーガーキングのめっちゃ美味しいの。いや、俺もね、オニオリングめっちゃ好きなの。なんかセット買うと思った。ホントハンバーガー2つだけ。そうそうそう。かわいい。で、どっちがどっちなのかな。ルーちゃん当ててみなよ。他们下面这个贴纸不一样，不知道哪个是哪个。俺こっちが赤のオマールソースだった。わかんないけど、じゃあ先にこっち開けてみましょうか。タルタルソースだった。白のなんか南エル？ゲタジャカ。ゲタジャカ。是白色的タルタルソース。定番のエビカツバーガーはアメリカンマスタードからカロリーハーフマスタードにタイプに変更し、バランスよく美味しくなりました。お口にあふれるプリプリ食感と。相性良すぎる王道ソースの組み合わせをぜひお楽しみください。我们文章边看官网边念。このオニオリングが美味しそうすぎてちょっと今一口食べたい。じゃあ先にオニオリングにします。ちょっと冷めたけど美味しい。美味しいね。ハオハオツ。 CM にありそうじゃない。ハオハオツ。なんかもっと激しい。何だろう。ハオハオツーって感じ。好好吃哟！こんな感じ？多分カメラ目線じゃないと思う。あ、そうなの？カメラ目線だとなんか結構うるさくない？だから私を見て、好好吃哦って感じで、ちっちゃい方が美味しそうかなと思って、もうやめて、わかるから絶対そんなことやる。ね、やめて本当に。食べましょう。いただきます。もう何の話小孩子。好好吃哟！こんな感じ？次バーガー食べましょう。うわー、ふーちゃん先に一口。プリプリ。ちょっとね、レモンの味がする。レモン？え、すごい。なんかね、さっぱりしてるよ。中取ってみましょうか、みんなに。大抵こういうカツってさ、エビがあんまりぎっしりしてなくて、外をかじってもまだエビに到達しない時とかあるけど、これもう食べた瞬間にエビに到達したよ。もうエビぎっしりだね。レモンだ。でしょ？さっぱりしてる。でも嫌なレモンじゃないの。うん。じゃあ、ルーちゃん、このタルタルソース、10点満点中、何点ですか？6。タルタルソースモスの方が美味しいけど、エビカツはマックの方が美味しいの。え、でも俺モスも全然好きだな。可
好吃哦。吃完了。吃完了。接下来我们要进入下一个是欧玛的寿司。噔噔，打开给大家看一下。噔噔噔噔。開けた瞬間匂う。それは好香の方。好香の方。匂ってみ、なんか好香というかちょっと匂ったことのないやつ。匂ったことないよね。魚介。これも近く取ってみよう。ぎっしりプリプリのエビカツに。オマールの旨味をギュッと凝縮させた特製ソースをかけました。エビカツにオマールという濃厚な美味しさ、ぜひ召し上がりください。かっこよくない？在文章吃那个同时，那我来吃吃看这个オマール，它的香气好特别哦，总觉得哪里闻过，可是又想不起来是什么味道。いただきます。嗯，これ美味しい。お、よかった。なんかスープ飲んでるみたい。它是酱是有温度的。スープみたい。すごい表現だな。ふーちゃんどっちが好きかな、読めない。俺苦手な可能性もあるよ。うん。魚介魚介したのちょっと苦手だから。あると思う。私は好き。もう一口食べていい？ないよ。全然食べて、いっぱい食べてよ。ありがとう。ルーちゃんのために買ったのに。俺ばっかり食べてる。文章的第一口。不知道为什么炸虾跟麦当劳不一样，因为它这个真的是。整个虾子再放进去，可是麦当劳的吃起来比较像是虾泥。我嘞，こっちのプリプリのエビが好きなの。苦手じゃないけど、さっきのタルタルソースの方が好き。特に食べたら分かった。いや、これ美味しいけど、ふーちゃんにはどうかなとちょっと思った。ちょっとね、癖が強い。なんかあれ覚えてる？熊本にいた時に、なんかのランド行って、そして私が美味しそうなスープを。スープスープ。そうそう。赤色のね。そう、あれ魚介のスープなんだけど、私は絶対好きって言ってて、で買ってあげたら、普段全然好きじゃなかった。そう、好香。好香哦。お。なんかね、魚介魚介したのって苦手なんですよ。なんか濃いのが苦手らしい。そう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 。まあ私は好きだけど、美味しい。本当魚介の甘みは全部食べるこのソース。今日はもうエビ祭りやな。エビ祭り。ありがとう。モースエビカツバーガーで入れたらすぐ香りが出た。やっぱりみんな気になるね。正直1個食べただけでお腹結構きたの。うん、私も結構お腹いっぱい。さっき見てハンバーガー2つとオニオリング1つ、そんなお腹いかないかなと思ったんだけど、意外にお腹が来る。完食！噔噔噔噔，吃完了我们的两个汉堡都吃完了，还有我们的洋葱圈。好饱，好饱。富江，ありがとう。没有想到文章会买这个给我，好开心哦。反正就是看电视讲说好想吃哦，可是讲讲的，就没想到文章会买给我。ルーちゃんエビカツ好きだし、俺もちょっと気になってたから、一緒に食べたら楽しいだろうなと思って。ありがとう、超開心だ。なんかね、やっぱりこういうのがちょっと嬉しいね。うん。なんかドキドキする。私もプレゼントあげよう。でも最近文章がすごいハマってるプリンがあるんですよ。あのプリンを仕入れようかなと思って。あるかな？あるんじゃない？1個300円もするプリンなんですよ。そう、でもね、めちゃくちゃ美味しいです。そう、なんかストーリーでも載せたことがあって、写真ここに貼ります。なんかめちゃくちゃ美味しくてハマりました、2人とも。这是一支我们两个非常非常日常的影片。皆さん楽しく見ていただけましたかね。なんかもう本当の日常なんですけど。まあでもせっかく文章がこんな嬉しいことしてくれたから、絶対撮りたいなと思って。那也谢谢大家看这一支我们两个非常非常日常的影片。这一支影片呢是一个小小的记录，不知道台湾现在有没有这个限定，但住在日本附近有摩斯的人呢，可以去买买看试试看。我跟文章的话，两个都比较喜欢的是塔鲁塔鲁寿司和エビカツ。ちょっとねカロリー高いかもしれないけどね、めちゃくちゃ美味しい。食べてみてください。うん、この動画を見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. バイバイ。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても、お祭り。